飯豊山地は、福島県と新潟県、山形県の三県にまたがる山地。越後山脈の北部にあたり、北に荒川、東に、国道121号大峠、南に阿賀川、西に、越後平野に囲まれた飯豊山海を中心とした山地である。晴れていれば、北に、朝日山地、東に、東連峰、南に、藍津盆地、那須岳、西に、 日本海まで望むことができる。最高峰は第日岳だけの標高2128メートルであり、飯豊本山や、北小竹江戸市岳、江星岳、五星岳など2000メートル級の山々が村じり、飯豊連峰と呼ばれ、万代朝日国立公園の一部を成している。ほとんどが河口岩からなり、山頂には一部平らな面もあるが中腹以下は深い、谷に刻まれている。冬は、 北西の季節風が直接吹きつけるため一帯は数メートルの雪に包まれてしまう。この豊富な雪解け水を利用した水力発電所がこの山地周辺に数多く設けられており、阿賀野川水系、荒川水系、埼上川水系の分水嶺にもなっている。飯豊山地は朝日山地と並び東北アルプスの異名を持つほど山陽が非常に大きく万年雪も残るため、 山に入る場合は十分な知識と装備が必要である。地元では、いいと予算とも呼ばれ、古くから農民等の振興登山の対象になっており、いいで本山には、いいで山の上社屋舎がある。いいで連邦の主領を、西北西から望む左が大日だけで、右が五星学、イボイは山から撮影山が県南陽市、えぼ山公園から望むイいで連邦の主脈。三名。 標高なし、ありがとうございます。